悪いね。そこで待っててくれ。もうちょっとで作業が終わるからさ。それかい？私の獲物さ。斧を振るってるとつい楽しくなっちまってね。私はもともと考えるより先に手足が出る性分なんだ。そんな私に学ぶ楽しさを教えてくれた人がいた。今回エオルゼアに来たのはその恩師について調べるためでもあったんだ。心配な幼なじみもいたしね。ほら、あいつまっすぐものが言えないだろ。いくつになっても変わらないんだから。よし、こんなとこだな。うん、いい感じじゃないか。この程度であれば周囲の環境を変えることもなさそうだ。見えたかい？変属性クリスタルからエーテルの光が立ち上がるのが。これを束ねて刃にする方法はまだ模索中だけど、このエーテルエクストラクターを改良していけばひとまずエーテル不足の問題は解決するはずだ。あんたのためにもとびきりすっごいエーテルの刃を作れるようにしてみせるよ。さすが光の戦士。この俺が悟られるとはな。まさかアシエン？クソ、私たちを止めに来たのか。その入れ墨、英知の書家の番人シャーレアンの賢人か。ああ、なるほど。多少は頭が回るのもうなずけるというもの。何を言ってるか知らないが、褒めてるわけじゃなさそうだ。察しがいいな。ま、そいきり立つなよ。女は笑顔の方が美しいぜ。光の戦士、お前は俺の言葉が分かってるんだろう。なんせ超える力持ちだ。まったくお前には参るよ。ラハブレアに付き合って人に神を降ろさせたってのに、あっさり倒しちまったんだからな。だからそう生きり立つなって。お前もやるか、光の戦士。ん？どういうことだ？お前から光の加護を感じない。おいおい、まさかハイデリンに見捨てられたのか。こりゃ面白いことになったもんだ。光の加護を失した人ならざる者なんざ敵じゃねえ。この場で片付けるか。いや、今なら白包囲の野郎が言っていたあの杖をいただく好機じゃねえか。これで白包囲とラハブレアを出し抜ける。思い知らせてやるよ。消えた？一体何だって言うんだ？あれがあんたたちが戦っている上位の足。それにしても杖を狙ってるだって？アシエンが欲しがるような杖、そんなものが。もしかしてトゥプシマティ、石の家に保管されているルイゾア様の杖だとしたらまずいぞ。石の家にはミンフィリアが残ってる。アシエンに襲われる前に
急いで戻ろう。あなたたち、光の戦士、いやもはや光なき戦士か。やはり今のお前じゃ俺の侵入を拒むことはできないようだ。どういうこと？まさか知らなかったのか。こいつは笑い草だ。光の加護を受けた者がいることでお前たちは守られてたんだよ。この拠点だって例外じゃない。白包囲やラハブレアのようなオリジナルはともかく、俺たち転生組にしてみれば光の加護の突破は容易じゃなかったのさ。ま、それもこれまでの話だ。奴らと違って俺は気が短いんだね。とっとと杖をいただいて次の次元悪界を引き起こす。次元悪界ですって？やはりバルデシオン委員会の消滅にもあなたたちが関わっていたのね。グダグダ喋ってやがる！ムーンバリだ！しつこい女は嫌いだぜ。ああ、お前には通じなかったか。なぜこの杖を欲しがるの？これはただの遺品よ。あなたたちが求めるようなものじゃないわ。くだらない質問ばかり。お前今まで何してきたんだ？名城トゥプシマティ、正確に言うならその杖に据えられた石板には特別な力があるんだよ。そいつと上等の角笛を組み合わせて使ってやれば周囲の環境から莫大なエーテルを集められる。あのジジイが捧げるクリスタルもなしにどうやって十二神の神おろしを成したと思ってたんだ？召喚には祈りだけでなくエーテルが必要。これ基礎中の基礎だろ？ええ、おかげさまで事情は分かったわ。だからこそこの杖は渡せません。やれやれ、俺はわがままな女も嫌いなんだがな。だが下手に殺すと白包囲の野郎がうるさそうだ。面倒だがお前ごとさらうとしよう。奴を追うんだ。エーテルの歪みはまだ消えてない。
Thank you.